ちは、カシャマスクです。今日はこれから、ルヴァンカップの京都戦に行きたいと思います。まあ頑張って応援してくるんで、頑張りましょう。みんな頑張りましょう。ルヴァンカップ戦、京都戦は、結果は、1対1の引き分けでしたけれども、レーソルの明るい未来が見えた試合だと思います。
マイエ選手が、ゴール決めて、かなり体が強くってすごいいい選手ですね。今後フォワード争いって結構厳しくなってくると思います。で、森海斗選手、まあ、スピードがもう速い、ちょっと本当に人間離れしたスピードですね。 彼のスピードは。この2人がいれば今年のレースルは、かなり、フォワード争いが厳しい、まあ、昔のメリシーヌがやってた時のような、フォワード争いになってくるんじゃないでしょうか。あと、ボランチでも落合陸選手、すごく、もう起点が効いてデッドボール奪う能力が高くて、さすがと思いました。で、マスカケ選手も、かなりいい動きをしてました。で、岩下選手も、まあ、やってました。そんなすごい寒い雪の舞う京都戦でしたけれども、今週の、日曜日、ホームで、マリノス、横浜 F マリノスを迎えて試合しますので、そちらの方頑張ってみんなで応援しましょう。気持ちを選手に伝えていきましょう。本当にお疲れ様でした。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。